可愛いよねこれ。レッカーズヤードで仕事してた時の衣装だよ。まあ小屋か一番端っこなんだけど、オーモンドはね。今回小屋じゃなさそうだな。いや、やっぱそうだよね。そっちか、二択なんだよな。あ、ここの場合もあるけど。あ、ここにもいるな。じゃあ行こうか。ほな行きますか。さすがに飛ぶよな。うわー、これはしないかかな。着地硬直入ってからのあれだから。はい。さあ、防具は強しくん。オッケー。サージがそこか。オッケー。お、いいとこ、もんぜつあるな。で、あそこも回されてるけど、さすがにこっち守るか。さあ、工場長 VS 野球少年。いやー、板の方行かないか。はい、で、孔明かなって追いかけます。いやー、飛ぶよな。うまいな。いや、うまいな。うまいうまいうまいぞこれ。オッケー。あー、うめえ。デッドハード、マジか。これちょっとまずいな。うまいサバイバーが取り揃えられておりますね。オッケー。サバうまいぞこれ。うまいな。あ、ここに入ったね、本日。ただ不吉の方位トークンが2トークンになってきてるから。うっ、倒さなきゃ。オッケー。よし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 、一発殴れたなら壊して。オッケー。うわー、早えジェネ。いけるかな。ちょっと怪しいなこれ。小屋とまだ残ってんだよね。ちょっとこれはね、不吉な方位を発動させるタイミング大事になってくるな、これ。壁入って。オッケー、これは届く。オッケー。絶対あるだろ、絶対。絶対あるだろ。オッケー。で、これそのまま行きます。ここはそのまま行きます。よ、オッケー、ナイス。で、この人釣って不吉な方位発動させて発電機触らせなくして、もう救助か回復の二択にするか。これ釣ることによって発電機触れなくなるから。え、不吉な方位使い方によっては強いか。うわぁ。え、これ、キャンプ安定ってこと？これさ、40秒間キャンプできるってこと？これ。キャンプしかすることないもんね、これ。
で、救助狩りすればいいんだよね。ああ、これいい使い方見つけたわ。いい使い方を見つけました。不吉な方位いいやん、これいいパークだ。これあれだね、小屋癒されたな。ここにね、ケイトがいるから、裏に。オッケー、ケイトがいるから。おい、ちょっとキャンプさせてもらったから、トンネルは控えておこうか。おい、なんでやねん。ちょっと待ってくれ、なんでや。ここはちょっとトンネルかな。アクアさん、こんにちは。みんな不吉な方位使っていいよ、マジで。うわぁ、合わせちゃった。うまい。いやー、今デッドハード合わせちゃったな。ちょっと待って、ちょっと待って、ガチか、ガチか、それ OK、 これボリブロックして、あー、それガチか。いいバグ持ってんな。いるね。おい、おい、トリプルサージ、すげないよなこれ。よし、さあ残りジェフだけだ。これ担いじゃうともがかれるからな。え、みんなこのパーク良くない？不吉な方位オッケー。サバでいう安心感、安心感じゃないな、仲間意識的な感じか。不吉な方位があれば40秒間安定にキャンプができる。サバイバーでいう仲間意識だね。発動条件むずいけど、はい、これ流行ります。これ流行ります。